あのベールを人間に渡してくれたか？渡したよ、一応。そうか、ベールを渡してくれたんだな。本当にありがとう。嫌な頼み事をして悪かったな。いや、これからまたあなたに頼み事を、これから伝えねばいかんのか。そんな悲しい事実を。お帰りなさい。ずいぶんとお戻りが遅いから、私とっても心配していましたわ。もしかしてあなた方やキナの身に何かあったんじゃないかって、不安で祈りの歌をずっと歌っていたの。ってごめんなさいね。長旅でお疲れなのに渡したら。それでどうだったかしら。キナは元気でしたか？私を迎えに来てくれる？機内は迎えに来てくれるとロミアに嘘をつきますか？え、これは嘘を、どうしようか。これは本当のことを伝えてあげ、でも時間無駄になるもんね。本当のことを伝えてあげようか。よし、伝えよう。いや、優しい嘘というのもあるんやけどね。アユナはロミアに真実を話した。機内が死んだ？アイナさん何を言っているの？いやよ、そんなことってないわ。あら、アイナさん、その手に持っているものは何ですか？アイナはロミアに約束のベールを渡した。え、あの人が、機内がこのベールを握って死んでいった？嘘よ。だってあの人は必ず迎えに来ると約束してくれたもの。でも50年も経っとったってことよね、すげえな。ごめんなさい、アイナさん。私は彼の死をこの目で確かめるまで、とても信じられない。あなたが会ったという機内に会わせてください。私を、ナギムナ村に連れて行って。アイナさん、私に構わず船を出してください。私は後からついていきます。お願いです。この事実を自分で見届けた後はどうなるんすか？いやー、やっぱり嘘をついてあげるべきだったんだろうか。お話は聞かせてもらったでがす。ロミア姉さんをナギムナ村に連れて行くでがすか？はい。よし、来た。あっしに向かせておくでがす。ナギムナ村に向かったアイナたちは、人目を避けるため、シジマヶ浜に移動した。あ、そっか、人魚見られたら大変やもんね。ここなら人が来ないようですから、私はここで機内を待っています。何度もわがまま言ってごめんなさい。機内を連れてきてください。どうかお願いします。まあ、機内じゃないんやけどね。機内は機内やけど。あ、この場所か。なるほどね。どこだ、こっちか。あ、あそこや、あそこ。機内の家。何やってんの？やだ、もう驚かさないでよ。近頃機内の元気がないから、様子でも見てやろうと思っていただけよ。え？機内の家に行ったらいいって？そんな大胆なこと、恥ずかしくてできないわよ。なるほど、好きなんやね。そして私はまっすぐ機内の家に。なんかこんなの家の外にあったらちょっと怖い気がするんやけど。え、めっちゃ吹き抜けや。沖縄の家もこんな感じなんかな。あのベールを人間に渡してくれたか？渡したよ、一応。そうか、ベールを渡してくれたんだな。本当にありがとう。嫌な頼み事をして悪かったな。いや、これからまたあなたに頼み事を。お礼に俺ができることはないか？簡単な雑用でも、船の修理でも、何でもやってやるぞ。シジマガハマに来てほしい？変わったやつだな。あそこには何もありゃしないぞ。まあそんなことでお前の気が済むならいいだろう。早速行くとしよう。何があるとか、聞かんの？絶対人魚がおるって言ったらついてこんやろ。あーてかめんどくさいな。行ったり来たり行ったり来たり。ここから出てきたっけ？あ、全然違った。全然違った。こっちやね。てか、機内が先に行ってほしいんですけど。あ、てか、機内を連れた状態であの子に話しかけたら。ちょっと気になる。いつまで眺めてんの？機内ここにいますけど。あら、機内ごきげんよう。機内が誰かと一緒なんて珍しいわね。お船が友達なのかと思っていたわ。ちゃんと機内の方向くんやね。なるほど。でも話しかけたのは機内じゃなくて私なんやけどね。さあ、それじゃあ。何回も同じ場所を行ったり来たりと。忙しいわー。この辺？ん？おらんくね？ん？ん？おらんくね？こっち側？
あ、こっち側か。こんなところに連れてきて、一体何だってんだ？お。機内？機内なの？ああ、俺が機内だが。尻尾を見せる。お。でも何にも持ってないってことは顔はやっぱり一緒ってことかな。そんな、人魚。本物なのか。人魚の存在自体信じなかったんかな。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。やっぱり違うんや顔は。まあ、そこまでそっくりじゃないか。あれがお墓？機内は、こんな寂しいところで、一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の石は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が経っていたのね。そんなにわからんもんな。ちょっと感覚がよくわからんけど。アユナさん、最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品は白の慰霊に置いてきました。直接渡さなくてごめんなさいね。てか、なんで持ってこんかった。私、もう行くわ。どこに？え、なになになに。悲しげな人魚の歌が獅子舞浜に響き渡った。え、なに、どうなるの。あ、人の足に。え、これ海に戻れんなるんじゃないね。一回陸に上がってしまったら。ずっと待っていたわ。これで人魚は悪いやつじゃないと、とりあえず機内は分かってくれるかな。同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。お墓やけどね。もし私が人間だったなら、機内と共に生きられたのかしら。さようなら。やっぱり直接会って話を聞いてしまったら。え、もう瞬間的に消えた。マジか。これってあの時の選択肢変わっとったらなんか違ったんかな。あの姿、どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。なになに、まだ何か続くの。てか、あのベールはあのまんまなの。ちょっといろいろと気になることがあるけど。思ったよりでかい声やな。どうした？ん？何それ。え、絵かな。あ、まんまやね。すげえ。めっちゃ絵うまいやん、おじいさん。ん？あ、手紙。これは、手紙？人形宛てかな。祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。
それももう終わりにしようと思う。すまない。俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐で、たくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマガ浜の崖の上に、赤ん坊を抱いて立ってる女がいたんだ。その女は、かつての許嫁、ダナトラだった。あ、会っとるんや、その時に。え、飛び降りたとかそういうこと？ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に、俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。機内。ん？人魚の声？体は本当にもういいのね。あ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。なんか私には同じ顔に見えるんやけど、人魚からしたら全然違うんかな。これが助けられた時のってこと？機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。で、この助けられたのがお母さん？ということ？この子には俺が必要だ。ん？男の方かな？すまないロミア、俺は俺だけ幸せになるなんてできない。あれ閉じ込められとった時？あ、一応外には普通に出れるわ。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるようなみんなの言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。ね、今もどころか、ほんと死んだ後もよね。死んで50年経った時もってこと。君を愛している。でも手紙ボロボロやもん。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。いやでもね、自分はこことは何もないからね。別に約束のベールをかぶった美しい人魚の絵だ。めっちゃ絵うまいよね。やばいよね。見ながら描いたわけじゃないってことやろ、あれ。目の前で描いたわけじゃないやろうしね。ここにおる間に描き上げた。画家かなんかやったんかな。いや、漁師よね。すげえな、才能。ね。機内のアトリエってなってるし。あの絵を持っていきたいぐらいやけど。あ、そういえば。お、何やってんの？いろいろと面倒をかけちまったが、ありがとな。あんたのおかげで目が覚めた。俺は伝説の人魚よりも、人魚に見入られたじいさんを、心のどっかで憎み、恥じていたと思う。今ならじいさんの気持ちがわかる。なるほどね。ああ！びっくりした。びっくりした。飛び降りた。焦るー。やっぱりあのベールはもうなくなってるじゃねえか。アイテムとして持っておけるかと思ったのに。そしてロミアは何？もう死んだの？お亡くなりになってしまったの？どれがおじいさんの墓って？あ、これか。小さすぎん？ちょっと他の人の墓より、かなり小さいよね。いや、小さすぎやろ。粗末な石でできた古びた墓だ。彫られた文字は消えかけていて、もう読むことはできない。お、なんかあそこ光っとった。あ、
いサンゴ。そして、あっちの、んーと、さあ、ルーラで、あ、リレミトじゃない。ルーラで、白の入り江。ここに何かお礼を置いとるって言ったよね。あれか。さっきロミアが座っとったところにあるね。ここから普通に渡っていけるんかな？あ、渡っていけたわ。はい、これ。中身は？なんと、アイナはマーメイドハーポーテ見つけた。アイナはマーメイドハーポーテに入れた。宝箱には手紙も入っている。アイナは手紙を取り出し読み始めた。アイナさんへ。あなたがこの手紙を読んでいるということは、私の身に何かが起きたのでしょうね。最後まで迷惑をかけてごめんなさい。アイナさんは私が知る人間の中で、機内の次に優しい人です。お約束通り、あなたを海底へお連れします。手紙と一緒に入れたマーメイドハープが、あなたを未知なる世界へ導くでしょう。ソルッチャ運河を抜け、内海の中心にそびえる光の柱でハープを使ってください。不思議な形の山がその目印になりますわ。海底王国に着いたら、私は幸せだと、女王様によろしくお伝えください。本当にありがとうございました。ロミアより。これはあれかな？この展開にならんかったらもらえんかったものってことかな？てか何何？ソルッチャ運河って言った？何それどこ？ちょ待って、とりあえず出まして。船に乗って出発する。あそこか。遠。ちょっと待って、あそこってことは、どっかに、ダーハルーネン飛んだら近いんやねん、あれ。違うかな。ダーハルーネンではないか。あ、でも、今の場所よりははるかに近くなるよね。ってことは、そっちにちょっと飛ぼうか。はい。ダーハルーネに、あ、これで見れるか、思いっきり。あ、あそこが、行く場所ってことは、バンデルフォン地方近海。ここが一番近いってことか。あ、じゃあ、ここに、飛びます。ん？あれか。これよね。めっちゃ近かった。思った以上に近かった。ここでハープを使えばいいということ？めっちゃ雨降ってきたけど。海にそびえる光の柱がある。マーメイドハープを奏でますか？ほい。アイナはマーメイドハープを使った。これで海底に行けるん。まるでなんか空に登っていきそうな感じに見えるけど。下に行くんやね。てか海底に招待するとか全然そんな話忘れとったし。ほい、海底王国ムーレア到着。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。